どうも、ウェルネスパスカティエと思います。はい、皆様お疲れ様でした。昨日はね、24時間も長い間生放送にお付き合いの方ありがとうございました。昨日行った生放送としましては、無課金アカウントのチームをすべて選手を消した状態からゼロからね、XS のチームランク行くまで終わればてんっていう企画をさせていただきました。まあ、そしたらね、もともとのチームランク XS 星2だったんですけども、そこまでオーバーランして、大きくオーバーランして、9万2000のチームランク乗せることができました。ね、もうこれはね、もう皆さんの応援の方が、ありましたので、なんとかできたという状態でございます。まあその選手たちをね、一部、紹介させていただこうかなと思っております。まあまずはね、前線から。まあ、センターフォワードですね。やっぱこれは東邦学園。東邦学園で、普通にサクサクをしました。まあやっぱりセンターフォワードはもう東邦学園しかないのかなと思ってます。うん。デッキ編成はこんな感じ。桜庭、ヒューガ、ロマーリオ。で、エレン、若島津。そしてクライフ。こんな感じかな。やっぱ精神が大事なんで、まあ結局ゴールハンター取れるようになってから精神が大事なので、まあクライフを入れたという状況。で、テントリアゴールハンターがね、星2までしか行かなかったので、まだ伸びしろはあるのかなと思っております。はい、で次にトップ下、まあ、トップ下は奇跡でしたね、うん、レムリア水産高校でね X 星9で、XS9XS7、 まあここはねできました。まあ楽しかったですよね。アイスさんはすごい名前を貸していただいた方がすごいみそぎとか言いながらずっとノートになんかいろんなもの書いてたりとか、まあそういうのを笑かせていただいて、すごい楽しい時を過ごさせていただきました。そしてこっちの方の XS9 の方はこんな感じのチーム、まあチームとしましてはもう最大値出してきてるのかなと。あとは本当にもう基礎値振ったりして、まあ XSS 目指せるか、あとでもあと10メモリぐらい上げないといけないという状況でしたので、ちょっともう厳しいのかなと。うん、まあ、金徳的にもほぼ全部成功したと思います。ほぼとか全部成功したのかな。うん、もうこれ以上はちょっともう難しいなーって感じ。まあやっぱりこの編成で久保、浅香で、自分的にはかけるで、みゆゆ、そして翼、まあ翼がやっぱ強いですよね。翼の練習効果アップ、これが強かったんで翼はやっぱタックいっぱい来てくれました。うん、まあ翼のタック次第でやっぱ伸びる高校ですので、皆さんも翼は持ってない方ね、50持ってない方はフレンドで借りてやってもいいのかなという状態でございます。うん、まあレムリアはね、まあここでこれやってて思ったのは、まあ自分はねいつもドリンクブックでレムリア高校やってた、レムリア水産高校やってたんですけども、この時は招きブックでやらせていただいたんですよ。意外とねやっぱ招きブック良かったです。まあ、マネーキブックの場合はドリンクブックと違って、まあ、ドリンクの回復量がないんですけども、イベントがしっかりと起こってくれるんですよ。まあ、ユウとか久保のイベントがしっかりと起こってくれる、プラスチームメイトの評価が上がるイベントも起こってくれる。うん、ドリンクの場合は起こらないんですけど、マネーキの場合はねしっかりと全部ではないです、ほぼほぼここの副イベみたいなやつも起こってくれますので、まあ、結構それは助かったのかなという状態でございます。まあレムリアはそんな感じですね。で次ボランチ3人衆、まあこれはまあまさかまさかの XS8、 まあこれ千丸ではないです。ちなみに千丸ではない、千丸ではないんですけども、天才使って、天才ドリンク使って、まさかまさかのこのキャラって歴代7位なんですよ。いやもう本当におかしかった。しかもさっき最後ね大きい怪我したっていう最後言ったんで、まあもうふざけて最後の方の、サクセスだったんで、もうふざけて踏んでたんですよ。なんか10何パーセントの怪我を普通に踏んで、あーあって感じ。メンタルに普通にコツあったのに、うん、無茶してそっち踏んじゃって、まあ最後はちょっと笑いあり涙あり、涙はなかったか、まあそれがなければもうちょっと上行ったかもしれないっていう感じでした。まあそれでもね結構伸びてくれましたね。まあデッキ的にはカツラギ、ホーリーバー、あっちゃんで、ミランダ、進む、そして高山、まああっちゃん入れております。まあ自分はね、あの彼女なしデッキ結構好きなんですけども、やっぱ彼女なしデッキ、まあテクニックをここまで振らないといけない、そしてチェイサープラス金徳としてきましたよね。うん、これを振るために、まあ、技術そしてついで筋力、
ここがすごい大事になるんですよ。まあそれで、まあ現状ね、やっぱり金メダル厳選しないと厳しいです。まあ彼女なしで、まあ、金メダルね、ほぼほぼ黄色取り切る、その後に筋力も取れるみたいな感じならば、まあ全然戦えると思うんですよ。まあですが、まあ、彼女なしの場合って、まあ青とか緑、まあ敏捷精神ですよね。それの金メダルってやっぱ普通に取れちゃうんですよ、うん、運がむちゃくちゃいい人ならばいいかもしれませんが、基本的にそういうことってないと思うんで、まあ、彼女の虹玉をうまいこと活用して金メダルを厳選していくっていうのがやっぱ大事なんだなってのはすごい思わされました。この24時間生放送ですごいそれは思いました。このボランチね、3人衆全員同じ編成です。まあこの編成が一番伸びると思ったんで、この編成で全部やらせていただいたという状態ですね、うん、残念ながらこの辺も3のやつはディフェンスも24になってるんで、はい、それはご了承ください。まあでもそれでも意外と XS3 まではいくんで、意外と伸びてくれました。で、ディフェンスですね。まあこれはね、後日また動画上げさせていただこうかなと思っております。まあディフェンス、はい、まあ最後の方なんですけども、まあセンターバックで見させていただきますね。この、いや、こうセンターバックじゃねえ、サイドバックで見させていただきますが、扉くん引きました。はい、ガチャの方30連40連だけ引かせていただいて、うん、やりました。まあ生放送でね、ちょっと第一ふるさと高校やりたいなと思いまして、ガチャの方を引かせていただきました。まあその結果はね、やっぱり皆さんに、キャラの、取得関係は基本的に皆さんに見せたいので、まあ明日ぐらいに、上げようかなと思ってます。まあそちらの方、動画見てください。飛田くんの方を引けております、はい。まあそしてまあ自分の PR とかを加わせて45にしたという状態でございます。でギガントですね、やっぱりまあサイドバックセンターバックギガントが伸びてくれました。まあ飛田くんは第一ふるさと高校も強い、まあ高校なんですけども、まあ現状やっぱギガントにもね、人数効果あるという状態で、サイドバックでここはすごかったです。もうこのね、ジャージさんのサクセスは最後の方に、本当にベタの1個前にやったサクセスなんですけども、もうね、バカみたいにもう何ターン連続 5、6ターン連続乾燥ダック来たみたいな、もうすごいね、サクセスとなってました、うん、しかも最後技術欲しいって言ったらテクニック乾燥来るし、もうすごかったです、うん、これはね、まあ、金徳も何個か落ちたんですけど、意外と伸びてくれました。多分これ歴代ではないんですけど、なんだっけあれ、ギガントの場合は歴代はセンターバックで固まってるんであれなんですけど、これは週間のベスト11に選ばれてます。うん、あれはちょっとびっくりした。意外と更新できたと思って、うん、意外と伸びてくれましたね。そしてセンターバックはギガントです。まあこちらもね、XS 星に、できております。まあ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 、まあ、やっぱセンターバックはギガントが強いっすね、今現状。まあ先陣谷高校でもいいんですけども、ギガントは強かった。うん。まあ技術が稼げないっていうのもあったんですけども、芸術的スティールね、まあゲットするっていうので、まあ技術を使って、まあテクニック60、オフェンス25、オフェンス上げずっていう感じで、あとは特能に使っちゃうって感じですね。まあ途中でね、テクニックとかディフェンス、オフェンスとかバン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 来てくれれば、まあテクニックの値とか上げれるんですけども、まあこういう形が一番ベストなのかなと思ってます。で、メンバーとしましては、うん、司ですね。まあ司しかないかな。オートちゃんはねちょっと入れづらい。まあ後指はね、人数効果アップがね優秀なキャラが多いんですよ。プジョル、アマノで、ミランダ、タニタ、優秀。うん。前日もね、飛田くんいるけど、飛田くんはね、ギガリーグで使いづらいので、まあ、ディフェンス3連なんで。うん。なので、自分は、つかさ、前日で入れさせていただきました。うん。芸術的スティールが大事ですね。あと一応、右サイドバックはね、第一で作ってるんですよ。うん。これがやっぱ解説しながら第一で作ったって感じかな。うん。まあ、サブアカでも XS はできました。うん。まあ、飛田、堀場で、誰だっけ、ゆずきで、ゆずきも当てることできたんですよね、うん、40連引いてゆずきで扉確保して、挑んだという形。まあこれゆずき45になってますが、これは完璧に PR の博士像を使ってます、うん、あとはプジョルでボヌッチ、そして高山、うん、やっぱディフェンス5テクニック3ぐらいで固めていくといいのかなという状態です。まあ、あとこれはまた、第一の動画を出していこうかな。で、ゴールキーパーなんですけども、今回はちょっといろんな選択肢がありました。まあ一番苦労したのはゴールキーパーかなった感じですね。まあアスレテース高校、先陣谷高校、ギガント、で、第一、4つもね、
候補はあったんですけども、自分は先人谷川 3DS と、絞ってサクセスしました。まあ、先人谷がね、一番、金徳として入れやすい、まあ、難攻不落守護神入れやすい状態となっているんですけども、まあね、サブアカはね、やっぱり、白石いない、そして、それ以外の、キャラも、やっぱパワー的に弱いんですよ、ディフェンスのね感想タックが引けないということで、まあ、今回はアスレデースさせていただきました。これ天才なんですけども、センスまるではないです。で、また動画で説明しようかなと思ったんですけども、ヒイラギちゃんがね、意外といい働きしてくれます。皆さんもね、ぜひ使ってみてくださいって感じです。まあ、ここはちょっと走らせていただきますね。まあ、それ以外のキャラもね、まあ、同じような、チームで作らせていただいて、XS 保身の方達成させていただきました。本当ね、皆さん長い間お付き合いの方ありがとうございました。またね、生放送の方もやっていって、長時間生放送の方もやっていこうかなと思ってます。さすがにこんな鬼畜なね、設定の、企画はやらないかもしれませんが、応援の方よろしくお願いいたします。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。